皆さんこんにちは。今回もドラクエ5、やっていきますよ。前回は、ようやくメガザルロックを仲間にしたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。まずは、前回仲間にしそびれた、プチファイターからですね。五六地形、最後の一体です。こいつ薬草落としすぎやろ。前回から、一体何個落としとんねん。本当に頼むで確率さん。あ、そうそう、前回のパートとは、違う場所で狩りを行っています。メガザルロックはやっつけることができたので、あそこで戦う必要がなくなりましたからね。見た目と動きが可愛いのは分かったから、出現率を上げてくれ。だからさ、おかしいって言ってるやろこの確率。本当にどうなってんだよ。仲間になる確率は32分の1に対して、薬草が落ちる確率は16分の1。薬草の方がよく落ちるのはわかるわ。それにしたって、薬草が落ちる確率が高すぎる。仲間になるまでに、薬草が2、3個落ちるくらいなら、100歩譲って許すわ。薬草、一体何個落ちてんだよ。もうそろそろ、本当に頼むって。出現率の低さと薬草地獄で、だいぶ精神的に来るんだってこれ。ダメだこや。おそらくこの全モンスターゲットの旅において、一番しんどいのは、五六地すべてを仲間にすることだと思うわ。個人的に、256分の1のお仲間にするときよりも、精神的にしんどいです。仲間になる確率と戦うより、出現率の低さと戦う方が辛いんやなって。育成がてら、五六地を先頭に出してたら、だいぶ時間がかかっちゃってますね。失礼失礼。ふう、ようやく来てくれました。長かった。ということで、ひとまず五六地は、すべてゲット完了です。楽しそう。何がどうなったらそんなことになんねん。このトロッコ、一体どうなってるんでしょうね。身を挺して止めようと思ったら、すり抜けやがるぞ。状況がどうなっているのかを考えてたら頭が痛くなってきたので、帰ろっと。ということで、問題は私一人で解決して、天空城は空に浮かびました。あ、そうそう、そういえばまだザイルを仲間にしていなかったので、仲間にしておきますよ。話しかけるだけで仲間になってくれるので、わざわざ動画にしなくてもいいんですけどもね。こいつは仲間モンスターらしいので、一応使用可能とします。こいつに対しては、何も愛着がないので、五六地同様、割と雑に処理されるんじゃないかと思います。さて、仲間ゲットに戻りましょう。まずは、オオネズミですね。オオネズミは2分の1で仲間になってくれるので、めちゃくちゃ楽ちんです。なお戦力にはならん模様。まともに使ったことがないので、どの程度の実力なのか知りませんが、攻略サイトの情報を信用するならば、まともに使うことは困難なんだと思います。お次は、ホークブリザードですね。ホークブリザードは別に、魔界に行ってからゲットしてもいいのですが、せっかく地上にも出るみたいなので、こっちで捕まえておこうかなという感じです。魔界に行くまでに、そこそこの数のボスと戦わなければならないので、もしかしたら、使うことがあるかもしれないですしね。こいつ、えらいあっさり仲間になってくれました。プチファイターよりも間違いなく、仲間になりにくいのにね。確率ってよくわからんわ。町の北にある山奥の村の西の小島、行っている場所は確かにそれで正しいんですが、もうちょっとわかりやすい表現にできんのか、ルドマンさんよ。パッと見、混乱しそうな言い方してるで。ああ、おいおい、ルドマンさん、異常なしです。というわけにもいかないので、退治するしかなさそうですね。
ブオーンは、結構真面目にいかないと厳しい相手だと思っているので、ゴーレムとスライムベホマズンという二大巨頭で、戦っていきたいと思います。私が小さい頃のトラウマなのかもしれないんですが、このゲームにおけるブオーンって、相当な強さだと感じてしまうんですよね。一番後ろにお荷物がついてきてるように思えるかもしれないですが、こいつも劣気とした戦力です。見た目だけは一丁前のアームライオンは、ルカナンを使うことができます。これでブオーンの防御力を、下げる役目をお願いしています。あんまり後ろまで引っ張っても、使えないことがバレてしまいそうなので、このあたりで役目を与えてあげた方が、いいんじゃないかと思うんですよね。どんなツボやねん。強そう。毎回本当に疑問なのですが、ルドマンのご先祖様が、こんな巨大な奴を封印できたとは到底思えないんですよね。ルドマンのご先祖様も、ゴーレムとかスライムベホマズンを仲間にして、封印したんでしょうか。あるいは、ルドマンのご先祖様は、はぐれメタルだったんでしょうか。そっちの方が、可能性が高いかもしれないですね。舐め回すようなアングルで映すな。グラビア撮影かよ。ケツ穴を念入りに映すな。グラビアアイドルのケツならまだしも、ブオーンのケツの穴なんて、誰が興味あんねん。このブオーンの体についてる黄緑のやつって、何なんでしょうか。私の中では、勝手にカビだと思っているんですが、実際は違うんですかね。仮面ライダーブレイドのアンデッドみたいに、実は緑色の血で、ルドマンのご先祖様との戦いでの、傷かもしれないですね。私は、カビだと思いますけどね。ひとまず一ターン目は、戦闘の準備をしていきます。主人公は肉壁になる危険性があるので、とっととメガザルで、退場してしまいます。あとは、ゴーレムにファイト一発をしたり、ルカナンをかけたりという感じですね。それにしてもゴーレムって、とんでもない強さですよね。こんな場所で HP が400いってるのなんて、こいつくらいな気がします。ゴーレムはこのゲームにおける、最強格のモンスターですからね。こいつをどこで使用するかは、だいぶ悩んだんですが、このブオーン戦にしました。ハブメタのように、一匹でボスを倒せるというわけではないですが、周りにサポートをさせてやれば、超効果力を出せますからね。一筋縄ではいかないブオーンは、適正な使用場所じゃないかと思います。あ、私別に、このゲームがめちゃくちゃうまいわけじゃないので、戦闘において、荒が目立つかもしれないですが、あんまり気にしないでください。画面を見ているようで、あんまり画面を見ていないタイプの人間なのです。そのため、もう防御が下がりきっていてもルカナンをしたりすると思います。防御が下がって上がってとかを、ちゃんとすべて覚えられないんですよね。激しい炎、いいですねー。物理でぶん殴られるより、よっぽど嬉しいです。ブオーン先生、ずーっと、激しい炎だけをしてきてくれてもええんやで。あのさ、防御下がりすぎじゃない ?100 以上も防御力を下げられたら、ワンパンがクソ重たいだろこれ。しまったな、天空の盾でも持ってくればよかったかな。さっき言ったのは、こういうことですね。ルカナン押されてテンパって、おげー、強すぎる、ルドマン先生、早く助けに来てくれー。これもう、一発殴られたら、すぐベホマズンをした方がいいですね。スライムベホマズンがガス欠を起こすのも怖いですが、回復をケチってやられる方が、この後の戦いがきついでしょうからね。防御がガタガタになりすぎて、すごいことになってますねほんと。個人的にこいつ、このゲーム最強とすら思ってますからね。これ以降のボスは、馬車を連れて戦えることが多いので、思ったほど苦戦しないとは思っているんですが、こいつに関しては、馬車も利用できないわ。普通に強いわで、とんでもないです。激しい炎しかしてこないターンは、本当に癒し。ブオーン先生、あなたの息はいい匂いだから、激しい炎だけをしてきてくれ。だいぶ強いですが、ゴーレムとスライムベホマズンのおかげで、意外と安定した戦いができてるんじゃないでしょうか。こいつらを連れてきて、本当に正解でしたわ。この2体を連れてこなければ、修羅場みたいな状況になっていたでしょうね。とはいえ、
先ほども言ったかもしれないですが、ここに関しては、ガチメンバーでいかないと普通に負ける可能性があるので、このメンバーで正解だったと思います。ハグメタを使えば普通に勝てるのかもしれないですが、ハグメタは、違う場所で使いますよ。在庫処分をするときに、ハグメタをリーダーにして戦うつもりです。いけるやろでベホマズンを怠ったらヤバい状態になってしまったので、スライムベホマズンを絶対に倒させない布陣にしました。やったぜ。苦戦したようで、実は意外と、安定した戦闘だったんじゃないでしょうか。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ここから先、ボス戦が増えていきますので、使用済みモンスターの欄が、一気に増えていくと思いますよ。